おっと、もう城に入るのか。晩餐会が終わったら城の客室に泊めてもらうから明日まで町には戻れんが。それじゃ城の門番に招待状を見せてやることにしよう。なんだかドキドキしてきちゃったわ。確かにこんな招待のされ方めったに体験できそうもないね。おっと、この先は女王陛下のいらっしゃるグランセル城だ。用がないのであればどうかお引き取りください。って、あれ？どうも、こんにちは。先日は失礼しました。なんだ、お前さんたちか。まだ王都に滞在していたのかい。うん、ちょっと用事があってね。今日は正式に招待されてこちらに伺わせていただきました。正式に招待されて。公爵さん直々に招待状をもらったのさ。お、巨人か。ほらよ、こいつが招待状だ。仁選手以下、武術大会で見事優勝した4名の者を晩餐会に招待する。そうか、あなたたちが武術大会の。そういや、優勝したのはでかい東方神の武術家が率いるチームとか言ってたな。もしかしてお前さんたちも同じチームだったってことか。え、変、実はそうなのよね。微力ながらお手伝いさせてもらいました。なるほど、そうだったのか。あなたたちのことは助監長から聞かされています。一人足りないみたいですが、その方はどうなさったんですか。使徒野暮用でね、来られなくなっちまったんだ。俺たちだけで出席させてもらうぜ。そうか、そりゃ残念だな。まあいいや、中へと案内させてもらうぜ。武術大会の優勝者、仁選手以下3名がご来場。開門。そうだったけど、この城門も迫力あるわね。それにさすが王城だけあって堅牢そうな作りをしてますね。そりゃあ難攻不落の城だからな。建国以来アーネンベルクを外敵が突破したことはないが、貴族の反乱で王都が戦火に包まれたことは何度かあったんだ。だけどその度にこの城は反乱軍の突入を撃退して王家の方々と避難民を守った。そんな話が残っているくらいさ。へえ、そんなことがあったんだ。歴史ある国ならではの古き良き逸話ってやつだな。さてと、ようこそ女王陛下のグランセル城へ。そのまま中に入ったら案内係が待っているはずだぜ。それでは皆さん、良き夕べを。当然といえば当然だけど、今まで見てきたどの屋敷よりも圧倒的に豪華だね。ただ豪華なだけじゃなくて
歴史と伝統を感じさせる壮麗さ、つくづく古き王国の格式と伝統を感じさせるね。ようこそグランセル城へ。ジン選手ご一行でいらっしゃいますわね。ゲゲ、カノーネ大尉。予想してなかったわけじゃないけど。ああそうだ、公爵さんの招待を受けて参上した。あんたは申し遅れました。グランセル城の警備を担当する情報部のカノーネ大尉と申します。ジン選手ご一行におかれましては、ご優勝おめでとうございます。試合を拝見させていただきましたが、凛々しくて本当に素敵でしたわ。ああそれほどでも。そちらこそ、その若さと美貌で軍の大尉とは本当に驚きですな。よほど優秀でいらっしゃるのだろう。まあお上手でいらっしゃいますこと。でもそちらの若き遊撃士殿ほどではありませんわ。エステル・ブライトさん、ヨシュア・ブライトさん、ザイスでの事件以来ですわね。うん、そうね。ご無沙汰していました。あいにくですが、ラッセル博士の一件はまだ解決していないのです。どうやら博士と孫娘さんを誘拐した不届き者がいるらしくて、エステルさんたちにお心当たりはないかしら。さあ全然心当たりないわね。あの事件は声優劇師に任せて、僕たちは王都に向かいましたから、その後の続報も聞いていません。そうそれはまあ、情報部の力をもってすれば誘拐犯の逮捕も時間の問題でしょう。楽しみに待っていてくださいね。このメギツネ。わかりました。博士は僕たちにとっても恩人なので、よろしくお願いします。それはもちろん。さて、それでは皆さんをお部屋までご案内申し上げましょう。シアさん、あとはお任せしてもいいかしら。はい、お任せくださいませ。念を押しておきますが、お客様につまらない話をして失礼をかけることがないように。いいですわね。あ、はい、分かっております。それでよろしい。それでは皆さん、良き夕べをお過ごしください。私はこれで失礼しますわ。なかなかいい女だね。ジンさん、悪趣味ね。あんなメギツネっぽいののどこがいいっていうのよ。ああいう人がジンさんのタイプなんですか？ああいうのに限って根が純情だったりするんだよな。そのギャップがまたそそるっつうか。ダメだこりゃ。どうでもいいけど、なんだかおじさんっぽいわよ。あの
あ、ごめんごめん。私たちを部屋まで案内してくれるんだっけ？はい、ご案内させていただきます。申し遅れました。私、次女のシアと申します。今夜の晩餐会から明日まで皆さんのお世話をさせていただきます。何か不便がございましたらいつでもお申し付けくださいませ。ああ、よろしく頼むぜ。それでは部屋まで案内していただけますか？あ、はい。お部屋はお2階にございます。エステル、騒がないの。ところで、そちらの入り口は？謁見の間ですわ。女王陛下が来客に会われるときにお使いになられます。最近は使われておりませんが。なるほど。しかし、女王陛下の病気はそんなに悪いのかい？もうすぐ生誕祭なんだろ？いえ、最近では陛下のお世話は助官長がなさっているのです。私はそのあまりそういったことは知らされていなくて。それでは参りましょう。こちらが皆様にお泊まりになっていただくお部屋です。どうぞ中にお入りください。うん。それでは失礼します。うわ、こんなところに泊まれるなんてちょっと想像できなかったな。いやー、なんていうか、いい土産話になりそうだぜ。晩餐会が始まるまでしばらくあるかと存じます。場内は自由に見学していただいて構いませんが、警備上の理由で立ち入り禁止にしている区画があります。くれぐれも立ち入りはご遠慮ください。具体的にはどういうところがダメなわけ？まずは女王陛下がいらっしゃる女王宮ですね。屋上にある空中庭園の一角に築かれた小宮殿ですわ。空中庭園、すごく綺麗そうな雰囲気ね。生誕祭の時にはそこのテラスから王都の市民に陛下が挨拶してくださるんです。空中庭園に出るくらいなら大丈夫だと思いますよ。それと他の立ち入り禁止場所ですが、1階にある親衛隊の詰所と地下の宝物庫がそうなっております。親衛隊の詰所っていうと？確かテロリストとして指名手配されてる連中らしいな。あ、はい。現在その詰所は情報部の方々が使用されています。立ち入りは禁じられているので、どうかご了承くださいませ。大体わかりました。ところで、晩餐会に招待されている他の方々はどうしているんですか？すでに全員お見えになっていますわ。多分それぞれのお部屋でくつろいでいらっしゃるかと思います。そうですか。それじゃあもうクラウス市長も来てるんだ。はい、先ほどいらっしゃったばかりですわ。それでは私は失礼しますが、
何かご用がございましたら1階の控え室までご連絡ください。さてと、ねえジンさん、私たちちょっとお城の中を見物しに行きたいんだけど。晩餐会が始まるまでには戻ります。やれやれ、試合の後だっていうのに若いもんはタフだね。いいぜ、行ってきな。俺は飯までこの豪勢な部屋でのんびりと休ませてもらうぜ。晩餐会が始まるまでにできる限りのことをしなくちゃ。まずはユリアさんが言ってたヒルダ夫人に会わなくちゃね。それと他の招待客にも会って挨拶をしておいた方がいいと思う。多分顔見知りが多いだろうからね。それにリラさんも。エステル様にヨシア様やっと会えましたわね。お二人が訪ねてきてくださるのを今か今かと待っていましたのよ。やっぱりメーベル市長も晩餐会に招待されてたのね。あれ、でもどうして私たちが来るって。クラウス市長から聞いたんですの。お二人が武術大会に出場して見事優勝して晩餐会に招かれたって。はぁ、そうとしていれば他の仕事を全部投げ打ってでもお二人の応援に来ましたのに。お言葉ですがお嬢様、その時はお嬢様ご自身が後々苦労することになるだけでは。うん、そんなの分かってますわ。相変わらず忙しそうなのね。まったく、女王陛下ならともかくあの公爵主催の晩餐会などに出る暇などありませんのに。軍の女性士官が必要に出席するように促してきて仕方なく王都に来たんですの。情報部のカノーネ大尉ですね。ええ、その方。応対は丁寧ですが陰銀無礼でどうも好きになれませんでしたわ。最近モルガン将軍ともほとんど連絡が取れませんし。それってハーケンモンに連絡は取れないんですか。将軍は留守の一点張りで門前払いといった感じですわ。何でもテロ事件の対策のため忙しくしてらっしゃるそうです。ひょっとしたら今夜の晩餐会で会えるかと思いましたけど、どうやら出席はされないようですね。そうなんだ。市長はどう思われます。この時期に市長たちを集めて晩餐会が開かれるということを。そうですわね。女王陛下が主催されたのであれば何か重要な発表があると思いますが、今回は公爵閣下の暇つぶしに付き合わされただけだと思いますわ。陛下の代理という立場を利用して威張り散らしたいだけなのでしょう。ありえるかも。でも案外その程度の理由なのかもしれませんね。まあここのグランシェフは王国一の腕前とも言われていますし、せいぜい美味しいものを食べて女王陛下のお見舞いをしたらとっととボースに帰ることにしますわ。
公爵にも困ったものですわね。以前彼がボースへ視察に来た時も市内でわがままのし放題、市民から苦情が殺到して随分手を焼いたものですわ。お嬢様はお二人に会えることを、またボースの方にも遊びに来てください。おお、来たか、エステル君、ヨシュア君。久しぶりだの。あれ、学園長先生。ひょっとして学園長も晩餐会に招待されたんですか。今日の定期船でルーアンから飛んできたのだよ。それよりも市長から聞いたよ。武術大会で優勝したそうだね。ジル君たちが聞いたら喜ぶだろう。どうもありがとうございます。それにしても学園長まで招待されているとは思いませんでした。コリンズ学園長といえば王国会議にも出席されているリベール随一の賢人じゃからな。晩餐会に招待されても何ら不思議ではないと言えよう。賢人というのはさすがに持ち上げすぎでしょう。王国会議って？年に一度開かれている王国全体の問題を決める会議だよ。女王陛下や各地の市長、各界の代表者が集まって様々な問題を協議するんだ。へえ、そんなものがあるんだ。じゃあその時と同じメンバーが今日の晩餐会には招待されているのね。いや、実質半数にしか過ぎない。女王陛下はご不調であるし、モルガン将軍は軍務で忙しい。ルーアンのダルモア市長は例の事件で逮捕されてしまった。そしてラッセル博士は、あの人の事件に関しては未だに不可解な点が多いですの。親衛隊も加わっていたという大規模なテロ組織の仕業というのはどこまで本当なのやら。まったく、このような状況で晩餐会とは正気とも思えんですわい。まあ公爵閣下の真意がどこにあるかを確かめるためにも晩餐会に出る必要はありそうですな。女王陛下へのお見舞いを許していただく必要もありますし。まさにそれが一番の問題ですの。このグランセル城に来て陛下のご尊顔を拝見できぬことほど馬鹿げた話はありませんからな。それにクローディア姫にも久しぶりにお会いしたいものじゃ。クローディア姫って確か女王様のお孫さんよね。その方もグランセル城に住んでいらっしゃるんですか。いや、普段は別の場所で暮らしてらっしゃるそうじゃが、ただ数日ほど前から王都に来ているとは聞いておるぞ。へえ、そうなんだ。機会があったら一度でいいから見てみたいわね。君たちならばきっとお目にかかる機会もあるだろう。まったく、このような状況で晩餐会を開く公爵の気が知れんわい。そういえば君たちクローゼ君には会えたのかな。王都で会う約束をしていると
彼女から聞いたのだが。それがまだギルドにも連絡がなくて。では彼女はもうオートに来ているはずなんですね。そのはずだが、少々気になるな。オートに帰る前にテレサ院長のところに立ち寄っているだけかもしれないが、オートに戻る。ステル君、ヨシア君。工房長さん、やっぱり招待されていたんだ。市長クラスの人が来ているから工房長もそうだと思っていました。君たちの方こそ、まさか武術大会で優勝してグランセル城に入り込むとはな。いやはや、さすがカシウスさんの子供たちだ。いろいろな人に助けてもらったけどね。ところで、ここ数日間に何か動きはありましたか？君たちがオートに向かった直後、情報部のカノーネ隊員が来たんだ。晩餐会への出席は断れなかったが、要塞への侵入工作についてはなんとかごまかすことができたよ。逃亡中のラッセル博士たちもまだ軍に見つかっていないようだ。ただこの状況が長く続けば、捕まるのは時間の問題だろうな。そっか。先ほど陛下をお見舞いしたいとカノーネ隊員に頼んではみたが、あっさりと断られてしまったよ。やはり直接会うのは難しそうだぞ。そうみたいね。でも当てはあるから大丈夫。なんとしても博士の伝言を女王陛下に届けます。ここがお城の空中庭園か。確かに湖が一望できるし、グランセルの城下町も見下ろせる。見学希望者が多いのもうなずけるね。こういう時じゃなかったらゆっくり景色を楽しめるんだけど、今はお仕事を優先するしかないわね。
ここが女王宮みたいだね。なんだ貴様らは。おい、こいつら。私たち侯爵さんに招待されたものなんだけど。こちらは陛下のいらっしゃる女王宮でいいんでしょうか。その通りだ。だがここ数日陛下はご不調でいらっしゃる。お目通りを願っても無駄だぞ。やだな、そんな大それたこと考えてないわよ。そりゃちょっとはお目にかかれたらなって思うけど。ところでクローディア姫もこちらにいらっしゃるんですか。いや、こちらには。おい、トト、それは熱心に陛下の看病をなさっていらっしゃるぞ。もちろんお前たちの相手をなさる余裕などないからな。こんなところで何をなさっているのですか。夫人、もうお帰りかな。もうすぐ晩餐会ですから一旦控え室に引き上げます。ところで、武術大会で優勝したチームのものです。たかが遊撃士の身分ですが、一応招待客とは言えるでしょうな。たかが遊撃士って。無礼者、あなた方は王城の招待客を侮辱するおつもりですか。いや、自分たちはその、たとえ招かれたのが公爵閣下でも、城を来訪された方は陛下のお客様。そのことを忘れてもらっては困ります。了解しました。すごい迫力。ひょっとしてこの人が。ですが夫人、彼らを通すわけにはいきません。そのことは大佐の説明で分かっていただけたはずですな。そのことは聞き飽きました。申し訳ありません、お客様。警備上の理由で女王宮の付近に近づくことは禁じられています。できれば晩餐会が始まるまでお部屋でお待ちくださいませんか。はい、わかりました。そうした方が良さそうですね。すみません、いろいろとお騒がせしました。わかればいいのだ、わかれば。どうぞ気をつけてお戻りください。お客様の前で見苦しいところをお見せしましたね。申し遅れました。私の名はヒルダと言います。グランセル城の助監長として侍女の監督に当たっております。やっぱりあなたがヒルダ夫人だったんですね。おや、失礼ですが面識がありましたでしょうか。ある人から教えてもらったんです。この筆跡は。それだけでわかるんだ。その紹介状と遊撃士の紋章が僕たちの身分証明となります。わかりました。ここでは何ですから、侍女たちの控え室に参りましょう。そこで話を伺わせていただきます。お話はわかりました。ラッセル博士の伝言を女王陛下に直接伝えたいと。つまり。はい、そうなんです。女王様が本当に調子が悪かったらちょっと考え直しますけど。それは問題ないでしょうが、女王宮は先ほどの特務兵によって24時間監視されている状況です。中に入れるのは公爵閣下と大佐殿、そして
身の回りの世話を仰せつかった私や侍女たちだけなのです。ということはやっぱり面会するのは難しそうね。どうする、エステル。博士の伝言をヒルダ夫人に伝えてもらう手もあるけど。でもやっぱり直接会って話がしたいかも。デュナン公爵の狙いに、リシャール大佐の目的、いろいろとわからないことも多いしね。エステル殿、ヨシュア殿、私に少々考えがあります。晩餐会が終わったらまたここに来ていただけますか。え、それって僕たちが女王陛下にお会いできる手段があるということでしょうか。そう考えていただいても結構です。難しいかもしれませんが、試す価値はあるかもしれません。ただいささか用意が必要なので、晩餐会が終わってからでもいいですか。やった、ラッキー。わかりました、晩餐会が終わったら伺います。お待ちしております。料理の下ごしらえが終わったので、そろそろ晩餐会も始まると思います。一度お部屋に戻った方がいいかもしれませんね。料理の下ごしらえが終わったので、そろそろ晩餐会も始まると思います。一度お部屋に戻った方がいいかもしれませんね。保安上の理由から城門の開閉は制限されています。どうぞ城内でおくつろぎください。不自由なことなど何もないはずですよ。この先は情報部の詰め所だ。民間人の立ち入りは禁止されている。逮捕されたくなければ近寄らないことだな。ここは立ち入り禁止になっている。不審者は容赦なく逮捕するぞ。せいぜい気をつけることだな。
よう、エステル、ヨシア。随分と遅かったじゃないか。そろそろ晩餐会が始まる時間だぜ。ごめん、ジンさん。あちこち見物していたら、つい時間を忘れちゃってさ。それに、各地の市長さんたちといろいろと話してきちゃったの。へえ、お前さんたち、お偉いさんと知り合いだったのか。ロレントの市長さんとは、普段から親しくさせてもらっているんです。他の方たちとも、旅をしている時に知り合った方々ばかりです。なるほどな。確かに遊撃士の仕事をしてたら、お偉いさんと知り合う機会は多いか。しかし、その様子じゃ随分活躍してるみたいじゃないか。それほどでも。ジンさんは、オートに来てから何か遊撃士の仕事はやったの？確か、他の国でも同じように仕事ができるのよね。ああ、声優劇士だったら、国籍に関係なく仕事ができるが、予選だの大使館の手続きなので仕事を受けてる暇はなかったな。ま、他にも遊撃士が4人いたから出る幕がなかったとも言えるがね。確かにこれだけ遊撃士が集まったら大抵の事件はすぐ解決しそうですね。ただオートに集中している分、他の地方支部は大変そうですけど。そうかもしれんな。なんだか今さら申し訳ない気がしてきたわね。知らねえ、ロレントで今頃どうしてるのかしら。確か前にもその名前を口にしていたが、その知らねえってのはひょっとしてシェラザードのことか。はい、僕たちの先輩で昔から親しくさせてもらっています。なるほど、そうだったのか。前に彼女がカルバードに来た時に知り合ったことがあってな。いい死に恵まれていたらしく、若いながらも見どころがある娘だった。その死って、父さんのことだね。失礼します。晩餐会の支度が整いました。ご案内してもよろしいでしょうか。おう、待ちくたびれちまったぜ。さてと、それじゃただ飯にありつくとするかね。うん、さすがに試合の後だからすっごくお腹が空いてきちゃった。さあ食べまくるわよ。あの二人とも、一応テーブルマナーなんかも忘れない方がいいと思うけど。これって夕食会なのよね。